ですね、打席立つ前ね、秋に手本を見せちゃうから見とけとか、おー言って打席立ったので、すごく足が震えてました。自らにプレッシャーをかけて、そして一振りで決めてみせました。私感動でした。最高だ。そうですね、本当に秋がね、すごくいいホームランを打ってくれたので、まあ負けるわけではね、いかないというのも思いましたし、最後はね、ファンの皆さんがね、声援を送ってくれたので、すごく背中を押して、ベンチの雰囲気などもあれで少し変わったでしょうか。そうですね、秋が一発でね、1点差に、戻してくれたので、すごくいいゲームだったと思います。先ほど秋広選手に渡したのは秋広選手のホームランボールですか。ホームランボール、はい、そうですね。これからどんな選手になっていってほしいですか。そうですね、もっともっとね、スケールの大きい、ホームランバッターになってもらいたいと思います。あるよ。さあ、大型連休も始まった、たくさんのファンが詰めかけたこの東京ドームでいい勝ち方ができました。明日以降も戦いが続いていきます。大型連休に向けた戦いに向けてファンに一言いただけますか。はい、ファンの皆さんとね、共にこれから一試合一試合大事になってくると思うので、一試合一試合集中して、戦っていくので応援よろしくお願いします。オフィシャルスポンサー株式会社アイダ設計より記念品が贈